は可愛い子してかわいい子やんけ魅力あふれて困る。うん、おしまし使えるの？めっちゃ使える、全然使える、マジで使えるからお願いします、来てください。雷えぐいです、やばそう。なんか言う、メンバーいないの？今いない。家帰ったら前髪切ろう今日。チュープリンセスチュ。すーちゃん、はい。すーちゃん、はい。うち名前呼ばれる。チュープリンセス。風邪ひいちゃいました。わ。最悪。ゆっくり休んでください。すーちゃん、おひさ、おひさ。パンパパパパパン。ね、これショールームとさインスタライブ同時進行したらどうなんねやろうっていう私の中でねありまして、そういうのがだからちょっとやってみようかなと思ってて、今57分なんでちょっとショールームを待機します。これ同時進行したらどうなんねやろうっていう私の中でそういうのがあって、あれこの携帯あれ、まあやってみようと思います。どっち見るか悩むやん、どっちでもいいよほんまに、それは任せる、それは任せるので、それは任せます。痩せた？やって嬉しい。いや全然痩せてない、また太った、マジで。お尻痛い。あ、びっくりした、もうやめてよ。ねちょっと持っててくれへん、こっちインスタライブ、お尻が痛い。え、なんか髪の毛暗くない？私やっぱ明るくしようかな。水で明るい。どう思う？もうちょっと明るくしていいと思う？明日明るくしてこうかと思ってるんだけど。うん、いいじゃん別に、明るい方が好きやね、うん、それ人の髪の毛は明るい方が好きやねん。あと2分でショールームできるからちょっと待って、ちょっと5時にならないとショールームできる。あ、そうなの、学生やから若いんだね。それ意外とな、可愛いクインテッドがね、クインテッドのライブ行ったらクインテッド好きになっちゃった。それそうやろ、うん、山田小島だやって、懐かしい、それありがとう懐かしい。今日公園行きます、ありがとうございます。リンちゃんが後ろ痛がってます。雷やばいって、皆さん気をつけて。雷、うん、雷やばいって、最近雷やばいな、お母さん見たって伝えてようやって。ありがとう、僕も見た。 Thank you、 さすがです。皆さんお金がなくて NMB の本買えませんやって、コツ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 。クロスのコールは超絶イケメン。そうです、超絶イケメンコジリン。 Yes、 よ、ちょ、それツイートしよう。ちょうど、なんでこの超絶イケメンコールでよろしくお願いしますいや、やばすぎる、美味しそう事故が美味しそうですね。でもハリちゃんハーフツインや、スズもスズちゃんもハーフツインしよう。スズなハーフツインな、この公園でせえへんねん。え、そうなの？誤解やからな。あ、5時になったから。え、何どこ行くの？ショールーム始めるっちゅうねん。はい、ショールーム始めます。でもインスタライブも始めます。じゃインスタライブもしてます。これ今同時進行をしてて、それをしたらどうなるのかっていう検証なんですけど、まあ多分どうってことない。ねんな、きっとこういうのって。ショールーム、ショールームしてます、今ショールーム。よっすー、こんにちは、こんにちは。あ、何来た、誰やろ。これそう、コメント読むのに忙しい。これね、今インスタライブしながらショールームしてて、
そうそう、インスタライブしながらショールームしてるんですけど、ちょっとコメント大変なんですけど、まあ頑張りますね。インスタライブからこっち来た。おお、コメント読むの忙しい。そう、角度の違うやつ、あの手がしんどい、斬新。どうもどうも、今日は2番目のドア公演です。いた、髪の毛ギシギシ、髪の毛めっちゃ傷んでる、やばい。あ、昨日ねドンキ行ったんですよ。昨日ドンキ行って、あの私すごい、あのモデルの古川優香ちゃんが大好きなんですけど、古川優香ちゃんのがイメージモデルをしてるね、ハニーチャっていうシャンプーがあるんですよ。そのシャンプーの、何だったっけな、そのシャンプーのヘアマスクを昨日買いました。でも昨日な、あの家帰ってすぐ寝落ちしてな、ほんま夜の7時ぐらいにまた起きて、あぁ最低ちょっとあぁ顔赤なってきたやんか。長川みおんさんにやられました。反応してないで、どうしたん、どうしたん、え、ゴキブリやん、ゴキブリ、どうしたん、どうしたん、え、待って、インスタライブ、え、メイクした、うん、いいよ、映って、インスタライブしながら今ショールームしてて、あ、そう、長川みおんさんにやられました。え、してない、してない、やりしました、何、何がしたん、しましたよ、え、ゴキブリポンって置いてある、置いてない、リアルにさ、昨日家の前にさ、ゴキブリ出てさ、うん、やばかった。今日さ、駅のさ、うん、トイレ入ってんやんか、うん、ほんならさ、ゴキブリおった。マジ？だからトイレした。キモ！キモすぎこれ。やんた。前髪伸ばしてんの？切んの？今から。切る、今から。伸ばしてると思った？うん。見てください皆さん。2番目のドア怖い。見てください。ありがとう。手しんどいやん。ちょっとどっちか切ろうかな、ほんま。いや、どっちか切るじゃなかったら絶対こっちやねんけど、切るのチャレンジ失敗、これは、あ、これはちょっとしんどいかなぐらいの感じで、ミヨンとウェーすウェーす、耳がめっちゃ叫んじゃった、いや気持ち悪い、ほんまに、ほんま昨日リアルにさ、家の前にゴキブリ出てさ、で家の前？そう。で、ドア開けたらもうお前入ってくるやろみたいなところにおってん。で、すず、パパにすぐ電話して、傘でツンツンってしいやって言われて、でもそんなんできるわけないやん、普通に。で、だから、じゃパパ帰ってきてって言って、仕事の合間にパパ帰ってきてくれて、一回。で、ゴキブリをどっかやってくれて、で、パパまた仕事行って。バリいい人、パパ。バリいい人。バリいい人。いい人やん。気持ち悪いよね。これは気持ち悪くない。ほんまパパ優しい。パパ大変やろ。うん、大変。パ、ほんますずな、家にゴキブリ出たん初めて。家の前にゴキブリ出た。でも一匹おったら200匹おるって言うやんか。100匹じゃない？あ、100匹なんや。分からんけどおるって言うやんか。子供が。子供産んでたらみたいな話やから最低やな、最低そんなとこで産むなよっていう最低やなって。まあね、みんな生きてるからな、しゃあないしゃあない。というわけでどっちか切ろうかな、ほんまに。え、キモ、ほんまにやばい。でね、このゴキブリのおもちゃほんまに気持ち悪いねん。大丈夫にすれば、ちょ見ててくださいね。ちょ、今インスタライブちょっとメインにやってんねんけど、ほら動くねん、気持ち悪い。キモない、ほんま。そう、G 飛ぶって言うよな。ちょっとインスタライブ切るわ、ショールームに集中しますね私、これ失敗ではショールームじゃあインスタライブ、さよなら、バイバイ。ごめん、いきなりやって、いきなり終わってごめんな、さよなら。